はい、それじゃあね、今回は四角語の括弧2の物質の循環と流れたやつと四角語の括弧3の生態ピラミッドっていうお話をやっていきますね。ではまず四角語の括弧2、丸1。大気中の二酸化炭素を生産者、消費者、分解者を含めた炭素循環の図を描けってやつですね。はい、頭の中身でイメージがポッと開けば大丈夫。ね、これも。はい。じゃあまずやっていきましょうか。大気中の二酸化炭素 CO2 ですね。で、登場人物はそこに書いてある生産者。生産者。で、消費者。まあ消費者はね、ちょっと一次消費者と二次消費者ぐらい書いておきますか。ごめん、ちょっと汚かった。二次消費者。で、あとは分解者。はい。まず。この大気中の二酸化炭素どうするんですか。まず一番最初は光合成によって生産者が吸収していくんですね。これで炭素を吸収していく。で、炭素を吸収していって、こいつをどうするのかっていうと、これを一次消費者が捕食する。で、さらに二次消費者を捕食して、で、炭素が移動していく。で、点々点って感じですね。で、さらに、この生産者とか、一次消費者とか、二次消費者から、分解者に向かっても炭素が流れていく。これはどういう風にして流れていくのかっていうと、遺体とか、排泄物ですね。によって分解者に炭素が流れていく。ほ、このままじゃ大気中の二酸化炭素が減っていく一方だ。そんなわけないですね。はい、そんなわけない。戻っていくはずですね。はい、この矢印は全部赤色で書いた矢印は全部呼吸ですね。呼吸によって戻していくというわけでした。はい、じゃあ次行きましょうか。次は丸2番、大気中の窒素、土壌中無機窒素、土壌中窒素無機物、生産者、消費者、分解者を含めた窒素循環の図を描けってやつですね。はい。じゃあまたね、大気中の N2 窒素ですね。大気中 N2 から始めましょうか。で、あと登場人物は、まあ今回はね、ちょっと一次消費者二次消費者はね、どうせこういったパクパク食うだけなんで、まあ一緒なんでね、まあ消費者って感じに書きますね。生産者がいて、で、消費者がいて、で、分解者。で、あと土壌中窒素無機物ってありましたね。土壌中窒素無機物。もうちょい下に書こう。
コナンがあったね。ではこれでどんな関係になってるのかなってことを考えるんですね。生産者とか消費者とか分解者っていうのは直接大気中の窒素を利用できないです。利用できるなら吸ったらね、それで終わりって感じになっちゃいますよね。まあ生産者もね、あの呼吸でシューって吸えば OK みたいな感じになりますけど、残念ながらそうはいかないね。生産者はこの土壌中窒素無機物ってやつを吸収しないといけないね。吸収して窒素同化ってなるんですね。まあ、これは覚えなくてもいいよ別に、窒素同化ってことはね。まあ知ってるとかっこいいですけどね。窒素を吸収してでアミノ酸とかを作ったりするんですよね。でじゃあこのでまあその後はね、まあ、捕食してパクパクでいいじゃないですか。捕食してパクパクで遺体排泄物で分解者に行く。でその後分解者が呼吸によって分解して、ね、窒素がまた土壌中窒素無機物に戻っていく。え、じゃあこの大気中の窒素は関係ないんですか？関係あるんですよ、ね、大気中の窒素を、ね、窒素固定だったりとかしてね、窒素固定とか、まあ場合によっては酸性雨とかによって、ね、土壌中に入っていったりもしますけども、まあ窒素固定にしておきますか。でこれで土壌中無機物が、じゃあ土壌中窒素無機物が出来上がると。へえ、そしたら大気中の窒素ってどん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 減っていくんじゃないんですか。戻っていくんですね、もちろんね、循環ですから。はい、戻っていきます。はい、戻っていくのがあるんですね。これ脱窒作用って言います。ちょっとレベルは高い話ですけどね、脱窒作用って言って窒素を作り出すと、土壌中の無機窒素、土壌中の窒素無機物、まあアンモニウムイオンとかね、そんなんからこうやって脱窒作用によって大気中に N2 を戻していくということができるんですね。はい、そしたらこれで循環しますよね。まあ、こう入ってきてこうビューンブラビーみたいなね、こうできますね。ということでこれ窒素循環終了ですね。はい、じゃあ次行きましょう。次、生産者分消費者分解者を含めたエネルギーの流れの図を書きなさいね。流れですよね、これ大事ね。ちょっともう生産者で消費者で分解者、もうちょっと簡略化して書きますね。はい、まずじゃあ生産者ね、いつでも生産者から始まるんですけれども、生産者どうやってエネルギーをゲットしてるのかって言ったら、これは光エネルギーですね。光エネルギー、ちょっとなんか雷みたいな感じになってますけど、光エネルギーですよ。はい、光エネルギーを光合成によって化学エネルギーに変えた生産者をパクッと消費者が食べて化学エネルギーをゲットしていきます。で遺体排泄物として消費者から分解者に化学エネルギーがまた移っていきます。ほう、その後はじゃあ分解者にガン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 エネルギーが溜まっていくのか。そんなわけないですね。はい、そんなことしたらそのうちね、あの分解者エネルギーだらけになっちゃってね、また変なことになりますね。はい、これは熱エネルギーとして外に出ていくんでしたね。え、分解者だけからですか？いや、違いましたね。分解者以外からも出ていきました。ね。生産者からも、消費者からも、熱エネルギーとして外に出ていくんでしたね。というわけで、エネルギーは、循環しないから流れです。になってるというわけですね。はい、じゃあ次いきますね。次、四角語のカッコさんです。はい、四角語カッコさん、生態ピラミッド。まあちょっと出るか出ないかね、微妙なラインですけど、やっておきましょう。はい、生物群衆の栄養の取り方で分けた段階のことを何と言いますかね。さっき言った生産者とか消費者とか分解者とか、まあ生産者とか生産者、一次消費者、二次消費者、三次消費者みたいな感じですね。そういうの何というか、これは栄養段階って言いますね。はい、次、丸2番。
マル2番は逆転しない生態ピラミッドは何と言いますか。これ生産力ピラミッドですね。ね、これ生産力ピラミッドっていうのはその生産、栄養段階が持ってるエネルギーのことです、ね、生産者が持ってるエネルギーよりも消費者がもう一次消費者が持ってるエネルギー量は少ないし、でそれよりも二次消費者が持ってるエネルギー量っていうのは少ないよっていうこういうのですね。はい、こういうの OK ですか。はい、それではね、これで今回の授業終わりにして、次回はラスト、四角語の括弧4の環境破壊のお話をしていきますので、次の動画へどうぞ。